はい、これめっちゃでかくね。あ、すごい。これシワやろ、これ。これ、うん、あの光るよね。光ってないんだよ。うまくいかねえ。ほら、アンモナイトってさ、こっちこそ光ってね。あ、え、なにこれ。アンモライト。あ、これすごい。アルミニウムだって。もうこれ上に行くぞ。熱？手の熱？っぽいね。あ、お前降りた。超楽しい。これメッキやってさ。おお、あれか。高校の時にやって元凶反応ってやつ。あれは試験管でやったよね、確か。ペットボトルでもできるんだ。プラスチック。ペットボトル。使ってる。できんよ。すごい。金じゃん。金。綺麗なのか。普通にこういうの好きだけどね。うん、作るの楽しい。余脈やって。あ、すごい綺麗に染まってる。しおりか。え、すごい。ちょっと光ってる。めっちゃ光ってる。すごい。これ綿でできてるっぽいよ。すごくね。あ、枝、あの足。そう、足も全部綿。おお。この角は違うっぽいけど。へえ、すごい。インスタ映えし、うん、インスタ映えし。バズるな、これは。うん、カブトニカブトニ。めっちゃわかりやすい。あ、これいいね、電気回路。うん。あのものカリスは、かわいい子やね。いや、かわいいでしょ、このカリス。絶対かわいくねえよ。いやいや、好きだよ。肝皮ってやつだよ。捨てた足も押すわ。その本なんかすごい100年前ぐらいの本なんやつさ。すごい。見たくない？めっちゃ古いよ。うわぁ、ちょっと破かないでよ。歴史を感じるくない？やつ、さてやつ。いいよ、置いてあるの。手紙が入ってるんだったよね、なんだっけ。なんだっけ、あ、そうだっけ。なんか入ってる。そう、なんか昔の実験した人らのメモ太いのが入ってるね。何書いてあるか全然わかんないけど。そう全くわからないけど、すごいね。250とか書いてある。マジで？ほんまや、ほんまや、ほんまや。ほんとや。何が250なんかわからんけどな。すごっ。次これ金のやつってさ、高く溶岩やん、カツラ。これこの間見たやろ、カツラやん。見てない。サンゴの化石含む石灰岩だって。これ化石？これ化石？これあれ。貝塚っぽい。そうそう。黒いとことか。見てる。これ何？あ、これバイカモ？バイカモだって。なんか所々に花咲いてなかったって確か。可愛らしくて人気がある草だって。水質が綺麗なところになってよ。これやらなしに。開けていいんかい？あ、これね、去年の自然野外実習さんでね、あった。リスが食った後、リスが。あ、これよくあの物理で見るやつね。これね。これ面白いよね。あとは飛行機のやつか。そっちの？あ、これあれやろ。難しそう。